ワンデイ・ワン・シネマ第73回は1965年大映画製作の妻監督・増村康夫脚本・新藤兼と主演は若親子・田村・孝弘こんにちは詩人・牧村ム村ノこと大久保・博之の映画の部屋え今回は 僕の大好きな増村康造監督の作品ですでこの映画では何と言っても若尾彩子ですよねもう僕若尾彩子は昔から小さい頃から結構大好きでえー、っとああいう女優さんなかなかいないしとにかくこの映画若尾彩子のえー、っとエロスというか美しさ とというか、えー、っとね、でも本当に、ね、何なんだろうなこの人ってちょっとこううーんいやらしさのないエロスかな難しいなエロチックにいやらしさがないわけはないわけでだけどいい <laughs> とてもいいですえー、っとね本当に美しい。 好きだな若い子、えー、こういう女優さんが日本にいるっていうことは本当に素晴らしいことだと思います。でこの映画ね、えー、っと名作っていう人結構いるんだけどうーんそうね名作というより傑作と言った方がいいかなとても印象深いうーん面白い、えー、映画です。 モノクロの映像だしね。うーんこれはえっ、ー、とぜひご覧になっていただきたい作品です。若親子この時三十二歳ですよ。うーん何度も言うけれど綺麗です。えー、っとねえー、これは物語は日露戦争の時代のおお話。えー。 と結構ねこうなんとなく93分の間に、えー、と物語ストーリーを、えー、と展開しただけっていう感じもあるんだけれど、えー、なかなかあのずっと、えー、目を離せないそして比較的こうなんか図式的に描かれているんだけれど 事の本質をついていてるそれが僕の、えー、感想ですね。で、あのこの間ほら、オリンピック反対してる人は反日だって、えー、安倍首相が言って、元首相が言ってたじゃん。あの反日っていう言葉はさ、本来さ、外から言われる言葉じゃないの。外に対して言う言葉ではないの。自分の国民に対してさ、 自国の国の民に対してて反日っおかししいでしょで僕はねその「反日」っていう言葉の響きに「非国民」っていうものを言葉の響きを感じてしまってひどいショックだったんだけれどあのー、この映画も結構その、えー、<coughs> 愚かしい村人たち、えー、というかその日露戦争下の国民の。 えー、そのなんていうの、えー、っと戦争協力しない人間は非国民だとかえー、っとちょっとこう外れた人間は非国民だとかそういうこうなんていうのかな、えー、あさもありなんとこういうさ村の人たちはこんなんだろうなとそれは引いて引いては それこそ、えー、と大衆っていうのもそんな方向に走っちゃうんじゃないかなということを感じさせつつさらに、えー、これはまあやっぱり愛の物語プラスやっぱりこれ戦争反対のメッセージもここには流れてると思いました。映画は僕らを 夢の果てまで連れていく。それではまた。